張するなあ。ら、昨日と同じように知り合いに話を聞くのよね。昨日でだいぶ慣れた気がしたけれど。それはそうなんですけど、今日は特別な人なんで。特別な人？待たせたね、子猫ちゃんたち。寂しい思いをさせて申し訳なかった。カオル？ああ、そういうことね。おや、ひまりちゃんがのど自慢大会の司会者になったと聞いてはいたが、まさか千里までいたとはね。私はひまりちゃんのお手伝いをしているだけよ。司会はやらないわ。当日は客席から見守らせてもらうつもりよ。それは残念だ。ステージに上がる君を見たいという人はたくさんいるはずさ。さあ、それでは取材を始めようか。ともえちゃんもここに座ったらどうだ。っていうか、え、ともえがなんでここにいるの？ああ、いや、実は私ものど自慢大会に出ることになっちゃって。そうなの？そんなこと一言も言ってなかったじゃん。瀬田先輩に誘われてはいたんだけど、あの時はまだ断るつもりだったからさ。ともえちゃんとはホワイトデーの公演以来、もう一度どこかで共演したいと考えていたんだ。瀬田先輩がどうしてもって言うから。それに商店街が盛り上がるかもって思ったら結局断れなくて。カオルったら無理やりトモエちゃんを巻き込んで。本当に仕方ないわね。いや、これは多くの子猫ちゃんたちの声でもあるんだ。私とトモエちゃんとの再共演を望む熱烈なファンレターを今まで何十通ももらっているからね。あ、そのうちの10通くらいは私が出したやつだ。年の初めから子猫ちゃんたちに笑顔を届けられるなんて、とっても儚いイベントになりそうだ。はい、間違いなく儚くなると思います。頑張ってください。ひまりちゃん、熱心に話を聞くのはとっても大事なことだけれど、メモは取らなくていいのかしら。そうだ、風の噂で聞いていたのだけれど、ミシェルも参加するみたいだね。はい、マリーと商店街代表で出るって言ってました。なんて可愛いライバルなんだ。今からステージがとても楽しみになったよ。私たちも負けてられませんね。出るからには最高のものを見せましょう。ああ、必ず儚い演目にしてみせよう。まさかカオルとトモエちゃんがコンビを組むなんて驚いたわ。さて、知り合いへの取材は確かこれで完了って言いたいところなんですけど、もう一件だけお願いします。どうしても来てほしいんです。ひまりちゃんもだいぶ慣れたと思ったのだけれど、そこをなんとか。次の場所はちょっと事情がありまして。事情？どういうことかしら。よくわからないけれど。わかったわ、行きましょう。ありがとうございます。お邪魔します。まさかランちゃんのお家に来るとは思わなかったわ。のど自慢大会なんて絶対に出ないタイプだと思っていたから。それは当たってます。ランは出ないんですけど。ひまり、せっかく来てくれて悪いんだけど帰ってくれない？え、一応出場する人に取材させてもらってるんだけど。出るのをやめてくれるようにまだ説得してるところだから、父さんに。え、出場するのはランちゃんのお父さんなの？
いえ、絶対にやめてもらいます。そんなの私が恥ずかしいし。なんでよ、別にいいじゃん。ランのお父さんが出るって言ったらみんな喜ぶよ。だから嫌なんだって。モカとか絶対ネタにしてくるし。ちょっとだけでも話させてもらえると嬉しいな。ひまりに協力したいのは山々だけど、こればっかりは本当無理だからごめん。ランのお父さんには話は聞けませんでしたけど、サトさんのおかげでできる司会に近づけた気がします。それならよかったわ。なんだか自信が湧いてきました。これで他の出場者にも話を聞きに行けそうです。ありがとうございます。当日は楽しみにしているわ。これで私も千里さんみたいな司会になれますかね。別に私を目指さなくたっていい司会者はたくさんいるわよ。動画サイトでいろいろな司会者を見てみるのもいいかもしれないわね。ひまりちゃんなりの司会の形が見つかるかもしれないわ。なるほど、わかりました。今日帰ったらいろいろ見てみますね。本当にたくさんのアドバイスありがとうございました。いろんな動画を見た方がいいって言われたけど、どういうのがいいのかな。とりあえず名司会で検索してみてと。